ほどお客様に名称がおられてからどうぞご参加いただけますようお願い申し上げます。ご協力いただきましてありがとうございます。はい、ではお時間になりましたので変名称を始めさせていただきます。大変お待たせいたしました。ありがとうございます。はい、変名とは四川省の戦略に属した伝統芸能でございます。ご存知の方も多いかと思いますが、面が次々に変わります。面に応じた動きを演者が表現します。役柄だったり喜怒哀楽だったり、面が変わるスピード感迫力もさながらでございますが、動きの本もご注目いただけたら変面の魅力が より伝わると思います。そして、今から演じる演者でございますが、変面師氷潤さん、そして国内最年少変面師ひなさん、年齢が12歳です。はい、2名による総人変面賞は大変貴重な賞になりますので、ぜひ最後までお楽しみください。それでは始めさせていただきます。面一つ一つに喜怒哀楽を表す表情といつ変わるかわからないスピード感あふれる変面賞です。どうぞ。
Thank you.
事行われていかがでしたか。改めまして京順です。ありがとうございました。はい、今回ですね、初めてのランタンフェスティバルの出演なんですけれども、実はですね、甲子病ではなく違うところで、ひなちゃんと一回共演したことがあってですね、今回2回目の、共演でございました。ひなちゃんがですね、前回よりもパワーアップしてて、おまけないようにね、一生懸命頑張らせていただきました。京順でした。ありがとうございます。はい、京順さん、ありがとうございます。やはりこうやってね、言葉に誠実さの人柄が現れているんじゃないかなと思いました。そしてひなさん、もう見ることによっては3年ぶりになれると思います。ひなさん、今回面からスローから面になる海面という難易度の高い技にも挑戦いたしました。ありがとうございます。これが3年間の積み重ねになりますね。皆さんの努力の結晶の証だと思います。今日初めてのステージいかがでしたか、皆さん。はい、3年ぶりで本当に初めてランタンではソロでやるのでとても緊張したんですけど、お客さんの温かい拍手のおかげで今日は本当に楽しくやることができました。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、そして今日はこれで終わりではございません。皆様、はい、覚えてらっしゃるでしょうか。ランタンフェスティバル恒例の変面ショーの後の記念撮影タイムです。はい、で、雨ですのでね、濡れないようにこの大晴天の中で行われます。そしてそして、ひなさんとじゅんさんとこの精進お二人での記念撮影が行われるのはもう今日限りです。なぜなら今日だけなので、精進変面ショーはお二人のですので、たくさんのお客様にぜひお二人と一緒に撮影していただければいいなと思っております。今から撮影タイムスタートいたします。一緒に写真撮りたい方、どうぞこの大晴天前までご移動をお願いいたします。いかがですか。皆さん一緒に写真撮りたいよね。少ないと寂しいよね。はいはい、すごいです。はい、どうぞ、ひなちゃんとじゅんさんのためにも記念撮影いかがでしょうか。とてもいい思いになると思います。ありがとうございます。では、入り口の左側からお入りになられてください。変面ショーの方もどうぞご移動お願いいたします。はい、はい、では左側の方からお並びください。どうぞ、雨の中ご不便している形になりますか。どうもありがとうございます。濡れないように、はい、肩を重ねてお並びください。